Round one, fight!
Walking!
Sonic Boom!
Shoot!
We'll be right back.
Smash! 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 Sm
はい、そろそろ始まりますので皆様よろしくお願いいたします。今リュウ DJ が対戦してる筐体そこ最後でお願いいたします。パーシムさんとエキスパーさんが対戦してるところですね。わあれ。マジで？はい、こんばんは。ショーテープです。第135回四季の花道ですね。9月13日の金曜日。ごめんなさい、川島です、はい、どうも。さあ、第1試合始まっております。あ、もう始まってんの？はい。あ、ごめんなさい、ね、エクスパー龍対ほぼ山本龍。さあ、オレンジ色はどっちだ？オレンジ色はもちろんエクスパー。あ、エクスパー、あ、なるほど。はい。さあ、山本さん、久しぶりですね、なんか龍みんなね。最近ずっとチュンリーだった。キャラ替えしましたって言ってキャラ替えしましたって言ってるけど、2キャラ目はチュンリー。あ、なるほど。キャラ替えのうちに入るのかどうか。さあ、今日はしばらくぶりに直木バイソン、直木くんですね、遊びに来てくれますね。さあ、リュウ同キャラ戦はね、まだちょっとエクスパーの方が経験値多いかなって感じですかね。さあ、シンク。あ、カクカクしていた。後からシンク、あれ気持ちいいですね。さあ、エクスパー気持ちよくなってますね。エクスパーがエクスプロージョンですね。さあさあ、ディオンさん来ましたね。ベガーのディオンさん。さあ、ディオンさん結構いろんなキャラ触るんですが、ベガーは結構強いキャラの方ですね。バイソンもやるし、ガイルとかもやってましたっけ。あ、フォーク、なるほど、フォーク使ってましたね。さあ、ディオン、ベガー。さあ、コンボは結構できます。さあ、あとはカニですね。投げもうまい。さあ、ダブルに、はい、エンダーレ。シャガチュー、シャガチュー、あ、ジャクか。
さあ真空は我慢してガードさあ踏まれる。あれね、よっぽど読んでても、はい、あのマリオをやってても負ける軌道があるみたいですよね、あれね。フォーミングで足がもう出ちゃったりしてると、あ、そうなのかな。多分上り中盤とかは判定が出る前に空中で打ってるだけなんで。そっか。ああ、このラウンドはさあエクスパームーブ。エクスパームーブ。あれいやらしいですね、ベガにね、あの弱竜巻、弱竜巻ね、あれ着地に技を重ねて当たらないけど一応投げは食らないぐらいしかそうですね、なんかボタンを押しちゃってるとね、昇竜拳だったら食らうし、はい、竜巻もう一回でも食らう可能性あるしね。さあめくりはしのぎ切った、溶かして中ゴスシンク、本日2回目さあエクスパがスーピー側を覗き込んでいるが、ここで登場直樹、なんだろう、バイソン、さあ直樹バイソン、強いバイソン使いの一人、これはちょっと一筋縄ではいかない感じ、かなりレベル高いですからね。そうですね、さあ距離は今何も起こらない、そうこうしているうちに両者ゲージが溜まるので、さあ振っ遅らせめくり竜巻は透かして、さあこうなると、あ、まあでもこの体力差は分かんないですからね。さあゴチゴチでもう逆転されてますもんね。さあ追いつかれ追い越され、おっと、さあしゃがみ中パン、何にカウンターを押してめくり竜巻はガード、あっ使っていく、これは時間も考えると悪くないのか。さあさあここはゴチゴチに行ったところ、エクスパーは昇竜ガチャガチャやってましたね。バイソン側はまあ見てからスパコン確定ポイントがありますが、リュウ側はそうではないですよね。そうですね、もうシンクは、ね、ガードさせるだけぐらいじゃないですか。よっぽどタンパーに噛み合うとかしないと当たらないですね。昇竜めくり竜巻表だった、しかも中足ファイヤー2回削って、あ、ここはさあ真空もあるよ、あさあどこで打つのかな、打っちゃった、これはなんとしかもそれが功を制した、打つと思わなかった、直樹バイソンガードしている、さあクレイジーが合わなかった感じエクスパー2連勝、これ初登場っていうんですかね、改名しました、あ、改名、ヒロポンさん、さあミッチーさん改めヒロポンさん、ヒロポンさんってちょっと危ない危ない、大丈夫、本当に、いやもう全員が全員この名前聞いた人が、昭和の大丈夫なのかなみたいな、皆さん知らないと思いますけどさあ押しているのはエクスパリュー、さあヒロポンガード、さあ飛んでいる、ここは投げ許さず昇竜拳、昇竜拳ダンスして1ラウンド目は、さあエクスパーが気合を今込めました ね、 ね、なんかいつもワンラウンドを取った後やる、ね、儀式、両手のひらを前に出して、そうそう、大きく腹式呼吸をするような、さあここは素直な台足が当たって、あー、ここは画面端、壁端がきつい、きついですね、さあ川島さんですね、あ、俺か、さあ4連勝中のエクスパーを、エクスパーの前に立ちふさがるのが川島残技、さあ静かな立ち上がり、ダブラリが当たって安全重ねで勝利は当たらない、さあ足からは出られない台足、はい、どうもこんばんは、山本です、こんばんは、さあやっております、エクスパーリューですね、エクスパーリューと安全重ね、当たらないところからコパンタイヤし、これ残機の前ですね、もう壁まで持ってきて、これこの試合実はお互い壁に行くときついみたいな、そうですよね、まあ、ほとんどの組み合わせがそうなんですけど、壁行った方がきついんですよね、きついです、
終わったか、あれさあ、あ、真空があるのか。そうです、じっくりいってます。もう無理はしない、真空さえ食らなければという体力なので。そうですね、はい、はい、あそこではめに行くのはもう逆に龍側も。さあ1ラウンド目は、カシムザンギが取って、2ラウンド目端まで持っていって、さあ無理にダメージを取りに行かずに、まず端から逃がさなければいいといった立ち回り。まあ、ダブラリがだいぶ機能しますよ、は。そうですね、まあ下がれないので本当に。おっと入れ替わってしまう、真空食らってしまう。こうなると陣地もバッチリ、体力もあるよ。これでね、なんか中央でもう少し粘れるといいんですが、逆サイドに持ってった。そしてこうなると、さあファイヤー、これはダブラリうまいですね。あっと、しかし足払い、ファイヤー、ダブラリ、クライスクリュー、クライスクリュー、しっかりしてますね。待って、さあ端まで持っていく。さあまた画面端だが、竜巻落としたところまでよかった。アッパー置いてあった感じ。うおっと今度、あーっと走ったが真空が出ていた。さあ今日のエクスパーはお強い。いやー、ダブラリーミスりましたね、2回とも真空くれました。暴れましたね。さあここで入っていくのが、2P 側セロテープバルログついに解禁バルログ、これ大丈夫ですか、放送できますよ。ちょっとあれですよ、なんか立ち台キックやってましたよ。まあもしかして大丈夫ですか、バルセロナミスなんで投げられるの。ためキャラは、ためキャラはちょっとあれなのか。先行を変えてきた。さあこんだけごちゃごちゃでもリードしているのはセロテープ。おっとバク転から投げる。おい、なんで勝ってんだ。金だこれ、キックバク転でしたね今ね。なんで勝てるんですか。重ねる、重ねるとあれが危ないんじゃないか。ピラーで1回は出ない。ピラーで結構ダメージ奪ってるんですかね。ピラー3ヒットはいかない。欲望の歩き投げでいきますよ。早いですからね。あー、しかし、しかし投げ、ダイエット投げですね。あー、ここは読まれて、しかし真空で、はい、頑張った、エクスパー。とどめまで刺されてしまう。ナイスムーブ。エクスパー、ナイスガッツポーズ。いいですね。今のは、よく見てました、ね。セロテープさんの、化けの皮が、剥がれてきたか。ちょっと場所が、あでも嫌な場合はちょっと分かってるみたいですね。あその辺ですね、制御しきれてない時がある。あでもちょっと飛びすぎな気もしますけど。飛ぶ、投げる、あー分かってない。ちょっと後ろ。おおテラーディマシンク抜けた。あおおよくない、手投げいきました、ね。あっと、あーだからほら重ねるとって言ったのに、なんでね、さっきなんでさっき昇竜をね投げに行かなかったですかね。歩いて投げ間に合いましたあれ多分ね。スライディング行ってました、スライディングにしました。だからちょっとでゴロゴロもね、もうちょっと早めに出せば多分昇竜と相打ちになるっすねあれね。さあ入っていくのが続きが破天荒竜、破天荒さん、アイマック飛びが入ったが、なぜか体力はエクスパーリード。どっちが上なのか。これはね。ここは、お、受け身を取っている。あー、昇竜。出たこの噂のジャッキック飛び昇竜。これ強いんですよね、意外と反応しようとするから。あ、そっか500回記念の総裁戦で長州さんがいいこと言ってましたね。あ、なんか言ってました。あのこのゲームは、はい、要は多芸勢が入ってきても、はい、その見てから反応が間に合わない時があるんで、はいはい、
それを反応、タゲイデイは反応しようとして死ぬ時があるって言ってましたね。反応がいいから。そしてエクスパーリューストレート勝利だから、割り切ってこう行動を決めちゃう必要もある時もあるんじゃないだろうかと、いうことなのかなと。反応が間に合わない。さあ、入っていくのが金子龍。金子龍、ザエクスパーがなんと7連勝かな。すごいな。さあこれ金子龍は龍対決やっているのか。はい、またね、お互いファイヤーでね。さあピヨっている。ピヨってしまった。ここは普通の波動でしたね。そうですね、シンクいけたと思ったんですけどね。死んじゃうと思ったのかな。めくりすかし投げ、歩きに中足。金子龍ちょっとあれですよね、見てる分波動が少ない時があるんで。さあそれはあるかもしれないね。先手を取られると同キャラなんで厳しいのかな。同キャラ戦は先動いた方が良さげですよね。まあ、なんせ波動が速いこの組み合わせ。まあ龍はでもね、攻めても守ってもどっちでも戦えるキャラなん で、まあ、スタイル的にはどっちでもいいと思いますけど、まあ、同キャラ戦になるとね。おっと、きっちり昇龍。そういうところはさすが金子さんって感じです。まあ、なんかジャンプ、垂直ジャンプライバルになってましたね。新居これ当たる。なんでだ、完全に乗っかった感じ。あ、乗っかってない、着地だ。なんか地上でしょうかね、ぐらい。昇龍入れとけば抜けれた気がするんですけど、出ていれば。お互いにゲージを上げていく。両方溜まってますね今。しかしエクスパーリューは先にゲージを使いたい方。あわよくば何回でも溜めたいですからね。ここはシンク。しかし安かった、スリーヒット。ああ強気の波動。波動、あの距離で強波動もう無理ですよね。あれはもうガードしかないですね。これが多分長州さんが言っていた見てからじゃ間に合わないやつ、ね、やつだと思ってるんですけど、あれ昇龍で抜けてもあの前だと多分歩いて台足確定します、ね、ああそうですね、着地に剣だと違うんですけどね、龍だとそうなっちゃいますよね、はい。さあ続いて入っていくのは白ベガ。白ベガ、ちょっとさっき龍戦やってましたね。さあまだ生まれて間もない白ベガ。まだよちよちですか。しっかり地面に立てるのか。ちょっとエクスパーさんの竜巻使いが嫌な感じな気がするが、ベガにとってはこれですね。そうですね、あれはね、もう本当しょうがないですね。よしよし、シンク。うわっとガードで削り切った。今のはやらしいぜ。ダブルにねじ込めたような気もするんですけどね。今それ出てればですけど、見てからやっちゃうとあの真空に多分全部当たっちゃう。あー、もろにいっちゃいます、うん、入れ込みか、入れ込みじゃないと無理か。そうですね。さあ空対空がかなり効いてるぞ。さあ飛び投げる。さあ様子を見てるのが裏面出てますよ、あそこね。全部エクスパー暴れてますから。あー、中ボス立てず。はい、さあドカタ竜。さあ悲願の勝利なるか。さあ土方龍五分なのでここは頑張っていただきたい。さあ今日こそは、今日こそは同キャラなんでね、チャンスは十分。そうですね、うん、いやーまさか僕直樹さんで止まんなかったのがね予想外でした。そうですね、まさかっていう真空食らいましたね。食らってないです、ガードしてます。ガードさあ、ドカタ龍が昇龍出る。これまずいぞ。さあ、ちゃんと受け身。プレイヤーなので。さあ、真空ガード。しっかりガード。さあ、対してドカタさんの方は真空溜まってんのかな、ちょっと見えないですけど。ま
まだないですね。まだ半分ぐらい。全然ないな。さあ頑張って。ちょっと同じぐらいです、ね。高いぞ。ああそこでファイヤー行きたいところだった。さあ頑張ってゲージを貯めて。これですねファイヤーと。ああ中ボス。ちょっと遅らせ。生中ボスはちょっと。遅らせすぎましたね、ちょっとね。布石がないんで、そのままさあ、波動踏んで、ここはアントビ成功。そうですね、アントビガール。この前でも、東西線デビューしたり、あの、はいはい、ホンダにアントビ仕掛けてましたから。あれは、ちゃんと。仕込みね、仕込み昇竜をできないと、はいはいはい、ホンダにはアントビー意味ないですから。そうですよね。あれびっくりしちゃいました。逆に弱突きでベッて返されてダメージ取られるっていう。録画の動画なのに危ないって言っちゃいましたからね。さあ波動、さあここは少しアーツクーチュー、あーごたりまくっている。さあここは昇竜出た。ケーズリー、真空ね。さあ、波動拳、波動拳、トビー。さあ、昇竜。お、ナイス。あるよ。あるのか。うわ。あー集中。エクスパ竜。10連勝。最強竜ですね。最強竜、エクスパ。本日、最強竜です。さあ、あ、はい、はい。じゃんけんですね。じゃあさあ一周して、さあ一回リセットかけます。さあこれでさあ、2周目の1人目2人目が対戦、もう一度初めからですね。さあほぼ山本さんとリオンさん、さあディオンさんはバイソン、さあ山本さんはチュンリー、さあチュンリーバイソン、さあディオンさんね、バイソンも強いです。さあ山本チュンリーどうでしょう。さあ画面端だがチュンリーは大丈夫。お垂直コパンコキックが分かんないけど、あれ難しいっす。ここはクレイジー出していくと、さあ山本さん投げに行ってましたね。あもうボタン押しちゃってましたね多分ね。背中蹴りから投げ、背中蹴りからのね、直投げが本当に返しづらいですからね。さあ、中足ヤクレス、全部当たって、さあ、背中蹴り、直投げ。さあ、ここはパナして削り。さあ、でかいタンパさえ食らなければ、これはなんとかしのげそう。さあ、投げたのは山本チュンリー。やめたところに下の方はあった。さあここは山本さんちゃんと様子を見ているのか反応できていないのかどっちか。 あれは落としたかった。アッパー、さあガード、あーやりきったところをチューチューと刺される。あっあっとここフルヒット、ドンピシャー、ここしかないというところで気候圏アッパークレイジーないと思ってましたね。死にました。今日散々ですね私。いいともなし。ナオキバイソン対同キャラのバイソン、ディオンさんのバイソンとナオキさんのバイソン。さあ 1P 側がナオキバイソン、 2P 側がディオンバイソン。
さあ、そうっすね、バイソンが続きますね、これ。あー、バイソン、バイソン。やだな、バイソン。これは結局、ゴチゴチ。クレイジー。今のはしょうがない。今のヘッドで抜けれるんすかね。クレイジーですか。はい。あー、どうでしょう。今のタイミングは。一気に重ねてるはずですからね。硬いですね。ここは投げて表から、お、行かない、追撃行かない、新しいお互い歩ってゴチゴチ、お互いにこう前歩きか、あの重なると超はいはいはい、速いんですよね、お互いがね、後から歩いた方が多分先に。さあ続いてヒロポンさんのバイソン、ヒロポンバイソン、おっと、タンパの背中にグランドが刺さった。さあヒロポンさんのバイソンもゴチゴチバイソンですね、もうゴチゴチきます、ゴチゴチきちゃいますよね。さあゴチゴチ、さあゴチゴチ下へして、さあ芋掘りから、あ、ここは安いが、さあわからない、これはしかし、さあしかし直木バイソンにアスパコンがある、そうですね、まだゲージがありますね、気をつけてもらいたい。カウンター狙っている、あ、今完全に両方を透かしてましたね。あ、大パンを刺したな、ヒロポンさんがアイパン刺しましたね、開幕。あー、ゴチゴチ、ゴチゴチモード、あっと、しかし起き上がりゴチゴチで分からなくなってきたぞ。さあ、見ているが、ヘッド、ゴチゴチ、玉島投げ、あー、しかしクレイジー、やった、クレイジー暴れていきましたね、これはしょうがない、さすがにここの準備ができてなかったか。あんまり連打してない。さあ先手を取ったのはヒロポンさん。あー、ヘッド、ヘッド、あっと投げに行ったが差し返される。さあ同じぐらいの体力でクレイジーを先使ってゴチゴチいった、下がって埋め込んでいく、シューパン。さあ直木バイソン勝利、続いて川島さんです。はい、あるのかな、ガイル。いや、一説によるとね、ガイルの2説ありますからね。川島ガイル開幕様、その後はアントニーから投げ、しかしヘッドを引っ掛ける、繋がっている、あっと、あっつの間に減るぞこれ、一度ダメになってきた、クレイジー削り。さあ川島開幕やりに行ったんですが殺しきれなかったのが、さあ様めくる、おっと、今のは多分投げのわけじゃないのかな、あっと誤っている、ソニックじゃないのかな、今のわかんないけど、さあやりに行っている、やりに行っている、やりきれんかった、フライゴチゴチ。さあ川島、あ、ごめんなさい、直木バイソン勝利で、はい、今日四季バイソンさんいないです、四季バイソンさんはいないけど四季のバイソンさんはいっぱいいます。さあ入っていくのがセロセロセロテープザンギ、バイソン戦はどうなんだ。やってるの見たことないが、さあ直木バイソンは結構ね様子を見てた感じですね、さっきね、残機戦、あーなるほど、セロバイソンの動き、あ、セロ残機の動きを見られている。さ
あの飛びもね別に食らって暗いヘッドでね返せるんで、あ足をゴチゴチ攻めに行く、やっぱねグラウンド早すぎますから、ね、あっとしっかり飛びを出しちゃった、した見えているぞ画面が、画面を見ている。一方ザンギ側としても画面見ても間に合わないですからね、これタッチチューパンね強いんだよねあれね、ラブラリを引っ掛けようと近づいていくが、さあいい距離、なかなか引っ掛かってくれない、携帯もしっかり溜まっている。さあさあバンジキュース、グランド、さあ直木バイソン勝利で、おリベンジ、決勝リベンジなるかこれ。さあ入ってくるのが 2P 側は天候竜、天狗さん竜もねめっきり強いですからね、もう開幕飛んでいく、ヘッドからコッパングランド壊したな、しかし画面端のラッシュきつい、あっハードじゃないぞ、あ死ぬ気の波動、この波動は危ないぞ、抜け出して脱出成功、しかしすぐ画面上げたぞ、今クレイジーチャンスだった気がするが、ここでしっかり、ちょっと直樹さん久しぶりなんですかね、あんまり最近やってないようなあったりなかったり、好きではかなり久々見てますけどね、そうですね3ヶ月ぶりとかやったとかな、さあ上から上から、しかしガード安定なんですよね、バイソンからすると、さあヘッドが出せない場所で波動を打っていくのが強い、さあここはめくりいったところ、あれはしかしですね、あっ危ない、頑張って波動を打つ、このタイヤスパライガード、タイヤスパライからのウォッド、おなんだ持ちゃって昇竜しっかり出ている、裏回られて昇竜拳、怖い打ち、さあこれやばいぞ、すごい大ゴスでしっかり前に出る、いやーゴチゴチ、あーっと昇竜出ているがヘッドで切られる、あー読まれてますね昇竜、さあ、直木バイソン勝利で、続いて金子さん、さあ金子さんがガイルを出した、まあ出したと言いながらもう決まってんすけどね、ガイルバイソンね結構いいカードなんですよね、らしいですよね、だからいいショー、ただ分からないとだいぶ殺されますからね、なんか一説にはガイル有利なんじゃねえかと、そう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 ですね、言ってる人いますよね、さあ直木バイソン5連勝中だが、さあここで金子の壁、さあここは離していく、さあこれはダブルなんだ、あだとヘッドを後出しされて負けるんで、今ダブル誘いましたね、ここはもう我慢我慢ですね、あでも冷静、金子ガイル冷静、相打ち、バイソン戦もやってる動きだぞこれは、いやかなりやってますねこの人さあ高め、ね、超高いからこれやってますね、投げ返しが難しい、あれあー差し返すやってる感じ、金子ガエル勝利、恐ろしい、さあ直樹バイソン5勝で止まりましたね、直樹くん、直樹バイソンの横に5って書いてある、5さあ、ハクくんが先ほどはベガでしたが、さあ2キャラ目はさあキャミー、キャミーついにメインキャラ出しましたって、ガイルキャミーは鬼きついですけど、しかし相手は金子ガイル、ランチャンじゃでもね殺せないんですよね、これ殺しきらないとダメですよね、キャミーとしては、ツーチャンないとね勝てないです、そうっすよね、ターン続かないですもんね、
さあ、ジャクソニック、ジャクソニック、きついな、これ。そういった意味では、ガイリの方が若干心は軽いんじゃないですかね。さあ、でも TBS が起きると、さあ、もう一回行かなきゃいけない。さあ、もうワンチャンあれば勝てるぞ。投げ。さあ、強気のスパイラル。おっと、サーマー。サーマーねじ込んでいく。あーっと、めくりが見えない。あーっと、なんだ？ガード。直接サーマーだった。あ、多分わざと高めに当てに行ったんでしょう。なるほど、投げ返し狙い。よくぞ我慢した、ハキャミ。さあ、通した。飛びを通したが。あっと、今の飛びは。さあ、フーリーが通してしまう。投げる。ここは。さあ、金子がいる、どうしのぐ。厳しいところ、あっとフーリガン通してきた。よっしゃー、大ハッキャミ勝利。さあ、よくやりましたね、最後ね。いや、あのフーリガンすごいっすね。あの3段をね、よく決めたかなと思いますね。心の隙を突かれましたね。さあ、入るのがドッカッタリュウ。ドカタさん、ね、キャミーは頑張ればいけるんで、リュウ。頑張りどころの波動が全く打てないが。さあ、画面端フリーズしている。頑張りたいところ。さあ、引っ掛ける。全てが正解しているハッキャミ。あのスパイク、これはまずいぞ。さあ、開幕飛んで、あれ、なんかセコンドに。さあ、バックジャンプ大パン。セコンドに見知らぬ人がいる。あれ、反応したいな。しかし、こうバックジャンプ波動はちょっとね、悔しい、見切られすぎちゃってるんで。さあ、フーリガンが出ない。歩いて投げに投げる。さあ、ごまかした。さあ、ハッキャミ勝利で、エクスパーさん、ハッキャミ2勝ですね。エクスパーさん2試合目。エクスパーさんは2キャラ目なんでしょうか。2キャラ目も竜ですよね。セカンドチャレンジ、エクスパーセカンドチャレンジ。ハクさんが今2勝かな。2勝。ハクくんがそうですね、2周目の最後のプレイヤーなんで、これはエクスパーさんが勝ったら終わり、ハクさんが勝ったら続行と。大足払い、冷静。昇竜間に合わず。なんだ、ガード昇竜。さあ、後から昇竜、このスパイクを割っていく。竜巻がきっちり落とされるぞ。波動を合わせていく。バックジャンプはしなかった。さあ、開幕前ジャンプ。さあ、昇竜。さあ、投げて。さあ、ここは誘った昇竜。さあ、大足を誘って、あ、ほぼ完璧。さあ、中盤、昇竜拳。あっと、昇竜も誘う。いや、今の昇竜だと思いました、俺は。エクスパー竜、本心の昇竜ですね、今のね。あ、ハード。これは画面外し厳しい。あ、出る、昇竜。さあ、ここはなんとか、一回しのいで。出るぞ、昇竜拳が。これからですね。さあ、出てる、昇竜拳が。エクスパー波動勝利だ、これあるのか、こっから。空達、今ジャンプを誘われた。さあ、これで2周目終了。勝利で、さあ、決勝が直木バイソンさんですね。直木バイソンとエクスパー竜、3先決勝になります。3先です、3先。さあ、エクスパー竜がどっちか、エクスパーさんが好きなサイドを選べる。さあ、ワンプレイヤーサイド、エクスパー竜を竜がして、3先です。3本、3ラウンドじゃないです、3本です。ステージは一発で決まったところです。一発勝負で。さあ、お互いキャラ替えもできません。竜バイソンで、さあ、 1P 側、エクスパー竜、スピー側、直木バイソン。さあ、さっきほどのリベンジができるか、直木バイソン。さあ、スリーウィンした方が勝ちです。だいぶ今気合を入れているところ。さあ、エクスパリューと直木バイソン。
おっとメキシコステージはメキシコフォークステージですね。さあウォッドヒットにアッパーファイヤー、ヘッド暴れる暴れる、さあ X は暴れないですね。やっぱバイソン戦ちょっと考えてますね、エクスパーさんね。さあシンク、シンクいきなり来た。さあ、あの竜巻が。さあ竜巻、さあこれは痛い。さあこれはバンジキューですか。さあシンクもない。さあ投げて、バイソンはあるぞ。さあ直樹バージョン見てますね。さあ削りで時間使って、さあいやいやいや投げで分かんない、いやいやいや足が届かなかった。開幕中盤に中足ですね。やっぱこの試合真空大空に行った方がいいですよね。大空スパーのしゃがみ中足いいですね、使いどころがいい。さあめくり竜巻、なんだあの当たりとか、いやいやいや使ってしまう。ドンピシャで噛み合ったと思ったらスカってましたね、ジャンプ中盤から。ちょっと削り切り、おっとあそこで空撮、ちょっと振り向けなかったか。さあ開幕前ジャンプはガード。さあ大キックで溶かしましたね。良い棒いかないですね。さあ飛びから、さあ昇竜拳ガッシャッパーで潰していく。さあ中足、さあ相打ち痛えな。これは繋がっていないが全部食らってしまった。さあ1試合目は直樹バイソン、龍河はね我慢してるだけじゃね立てないんで。そうですよね、どっかで仕掛けないといけない。でも仕掛けるのも結構限られてますよね。うん、難しいですけど、だからエクスパの、ね、めくり竜巻かなり機能してますけれど、意外なところで出ますか。あそこからもう一歩踏み込んだタクをできればね、ガードさせてから中腰とか。さあクレイジーががっつりかぶさっている。さあゼロロット、まあ、なんか普通の波動拳でしたね。そうですね、真空かと思わせて。結果同じでしたよね、真空だと。まあ、でも真空だとあのヘッドのタイミングがね一瞬ずれるんで。まあそうですね、でミスったらやばいよって押してたらですね、まあ、ボタン離しで出してたら大丈夫だと思いますけど。さあクレイジーはちゃんと飛び越えた、後ろからお釣りも入れれた。さあ真空、さあここはうまい、アッパでくぐって、ここは竜巻バレバレでしたが、さあ真空溜まったがどっか扱う。さあ時間は、さあ失敗した体力が足りるかな。クレイジーで削って、クレイジー、あーゴチゴチでやばい、これ。あーっと昇竜出している。今ちょっと最後ね危なかったですけどね、直樹くんね、そうですね、空中でね落として確定させた方が良かったけど、地上でゴチゴチやりました。着地ゴチゴチ、まあまあ竜だからいけなくもないけど、失敗したらおしまいですよ。さあ直樹バイソン2勝、さあそうですね2試合取ってますね。アッパー高い気もしないでもないが、さあめくり竜巻バレている、合わせてダッシュ系で逃げられてますよね。さあしゃがみ大パンチ対空が厳しいぞ。さあちょっと待ちに変えましたね。あ背中から当たる、これは最大お釣りが入った。さあ5パンをボコボコ押してる。さあチューチューバックが入った、あっと減った、これはダメなやつ。あ、芋掘り、いやー、打ち OK。 さあ、最後のラウンドとなるのか、エクスパーさん。
さんね、あのタッチパンチうまいんですよね。あれでなんとかなりたいっすよ。今のはわからない。すげえな。今のめくり立つだけの使い方をすればいいんだよな。多分表だと思うんですけどね、わかんないときって。さあ繋がっていないが、さあシンク、いやいやまだ1ラウンドだから、まだ1ラウンドだから、危ない危ない、なんか肩をやってましたね、空手の肩みたいな。完全にね、もう勝った気でいましたからね。さあこれでラウンド取られて終わってしまったらちょっと恥ずかしいですけど、さあ押しているのはエクスパー、やっぱ見ている。バトンが溜まっていれば危ないね、叩き込まれていたでしょうか。これね、バイソンね、まだ全然ありますからね。あー、早いな。うわー、中足誘われましたね、今ね。投げる、お、出た。腹ジャンプに対してバックジャンプ大抵、しかし直樹バイソンが締めました。さあ、優勝は直樹バイソン、おめでとうございます。おめでとうございます。一言お願いします。おめでとうございます。いや、ちょっと苦戦しました、エクスパリオン。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、やはり久々だったということでちょっと苦戦が伺いました。いや、おめでとうございます。優勝は直樹さんのバイソンでした。まだあれなんですか、そういえばこの前の台風の影響で千葉方面って停電してるんですか。どうでしょうね、今日のお昼のテレビでまだ復旧してないところが結構多いみたいだったんですけど、まあ、至る所でね、あの電線が切れてたり木が倒れかかってたり、はいはいはい、だ至る所でこう寸断されちゃってるんで、なかなか全面復旧っていうのは難しいと思うんですけど、ひどい被害ですよね。すごいですね、あんなでかい被害は初じゃないですか、関東最近では。昔あのセンター街の入り口のポールが渋谷の台風の風で倒れたんです、で今あの左右がくっついてないやつになってるんですよね。昔左右くっついてる看板みたいな、左右にポールがあって真ん中がくっついてたんですけど、今だから左右離れたやつになってて、うん、倒れないように工夫してる、若干ですけどね。ね、千葉のあの話見てたらね、いやもう多分レベルが違う、風がもうわーって吹いてたんですよ。鉄塔が倒れてますからね。しょうがないっすよ。いやー、ほんと皆さんね、無事でいてくださいって感じですよね。まあまだね、ちょっと過ごすのが大変な人が多いかと思いますが、そうですよね、この気候でちょっと今日若干マシになったけど、この気候で電気なくてエアコン使えないってちょっと辛いんじゃないかなっていう。それに加えてあれですよね、お店が休みだったりするみたいですよね。はいはいはい、そうですよね、うん、停電だからお店がやってないっていう人が結構いると思いますけど。そうですよね、電気のガソリンもあれでしょ、長蛇の列とか。そうですよね、なんかプルあの競輪の選手の方が自転車漕いでガソリン、見た、なんかツイッターで見てましたけど、人力で給油してましたね。こんなの現実であるんだって思っちゃいましたけど。ガソリンはね、困りますよね。いや、ほんと移動手段もなくなりますしね。当然公共交通機関の電車とかも止まってたりするんじゃないかなってところで。いやー、ほんとね、皆さんね、無事でいていただきたいって感じですけど。あとあれですね、今日の気候で若干デイトナー式過ごしやすくなりましたよね、先週までより。若干どころかだいぶ違います、ね、もう全然ですね。あ、全然違います、ね、もう暑い時に部屋でエアコンかけたぐらいの気温です今。よかったですね、本当。これでね、我々命もね、救われたんで。多分ね、25度、26度ぐらいかな、ちょうどいい感じですね。逆に外は寒いですから。そうですね、若干ひんやりですよね、うん、僕もちょっと自転車乗ったんですけど、ひんやりしました。寒いですよね、うん。てな感じですかね。まあ配信台は、のじあいを垂れ流しておく形で、今珍しい方と本田とガエル戦ですね、これ。全く誰かわからない、動画見てる方では誰かわからないみたいな。これちょっと内緒にしておきましょうかね。そうですね。
これ誰と誰の試合なんだって全く分かんない組み合わせです。そしてホンダが勝っちゃうってよく分かんない組み合わせです。くれくれ相打ち、おー、うめえ垂直、マジか、なんかうまいよ、おーっと、おあ、今あれでおいちょ入れてたらすごかったんだけど、お入ってる、いやいやいや、ホンダ帰りでホンダ勝利です。はいはい、あ、いやいや、言いました言いました、うん、四季バイソンさんいませんよ今日、四季のバイソンさんはいっぱいいます。四季2ですねそうなんですよ、ここ四季デイトナ四季って名前なんですけど、住所は埼玉県新座市なんですよ。新座市新座バイソンはいっぱいいます。四季市っていうのがあるんですか。四季市もうちょっとあの駅より向こう側なんですよ。反対口が四季市、そう、北側なんですよ。北新座市、うん、そこが新座市、新座市、四季市は駅、駅より北側で、新座が四季市ですよね。新座っていう駅はあるんですか。ありますあります、はあ、あの東上線じゃないですけど、ああ JR かな多分。なるほど、武蔵野線に新座って駅あります。この辺はね、ちょっと電車だと来づらい人も結構多いみたいな。そうですよね、ちょっと残念ですよね、まあ、金曜の夜なんで、来れる方は来ていただければなんですけど、来れなくても無理して来ていただく必要もないかなと思うんですけどね。まあ言うたところで自分山本もあれなんですよね、ニュートンの式一番近いゲームセンターじゃないんですよね。一番近いのニュートンなんですよね。ええ、さあ、サガットホンダ、これも謎だな、まあ、あと1回相打ちで死んじゃうこれ。あっ、あっとドスコイ言ったぞ今さあ、じゃあ俺は野試合に戻ります、ね、さあ、そうそう、野試合に戻りましょう。はい、川島でした。はい、山本でした、ありがとうございます。
Round 3, fight!